今お猿さんがお勉強しておるのがお猿さんのローラースケート。かれこれ3ヶ月ほどかかりまして、ちょっとだけ滑れるようになりました。たまには上手に滑るんです。でもたまには滑ってこけます。皆さんよく心配されますけど、お猿さんが滑ってこけても心配なさらないでください。太宰府天満宮は皆さんご存知のように菅原道真公の大本山でございます。全国から受験生の方が合格祈願に来られる。受験生が滑ってこけないようにお猿さんが身代わりで滑ってこけるんです。靴の先っちょは破れてるんじゃありません。お猿さんの足の指はね、結構長いんです。中で曲がってるよりも出しといてやった方がバランス取りやすい。人間もお猿さんもましてや受験生、バランスが大事でございます。よいしょ、よい。今からここのとこちょろちょろっと滑ります。最後真ん中まで帰ってきます。シャッターチャンスはいくらでもございます。いっぱいいっぱい取ってやってください。うちには著作権肖像権一切ございません。それからこのお猿さん、たまになんですけどたけしさんの真似するんです。これをやるんです。お猿さんのドヤ顔でございます。よかったら手拍子よろしくお願いします。ゴーあの方はだあれ誰でしょうね、はい、ゴー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 シャッターチャンス。可愛い芸人ちゃんじゃないでしょうか。取られますか。じゃあもう一回ケンちゃん手挙げて、はい、可愛い芸ちゃんじゃないでしょうか。ありがとうございます。さあおさ